お疲れちゃんです。サラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのマザネクコカスね、はい、使っていこうかなと思います。僕がね結構使うコカスデッキでマザネク入りなんですけど、マザネクなんと完走します。はい、今から完走するんですけど、結構ねすぐ集まったなと思って、さあ来ましたマザネク。やっとねこのマザネクコカツをマルチで使えます。まあ別に使いたいとか思ってたわけでもないんですけども、マザネクロ結構ガチな方で、僕なんだろうね、意外とこうイベントとかなんかの大会とかで使ったら、僕マザネク使うと勝てるんですよ。これ結構ガチで、でもなんか真面目にロイフグとか僕ね好きで、ラバーとかも好きで使ったら勝てないんですよ。だから多分なんですけどマザネク強いんですよ。本当に強くて、みんながね使ってないだけで強いと思うんですよね。なんか昔はなんかウォールブレイカーかな、全然使われてなかったけどなんかめっちゃ強いみたいな、強化されたっけ、あれ覚えてないですけど、マザネクもねいずれめちゃくちゃ使われるようになるなと思いつつ、さあ今回相手はディガーメガゴスケドラなので、まあラバかなっていう。そしてこのインフェプラスのデリバリー採用もね超いいんですよ。大型にもいけて高回転系にも万能にね戦えるっていう。さあ今回相手はラバッシャンですね。ラバッシャン、まあホバリングとかめちゃくちゃきついんですけど、まあ言うてかなっていう。さあできるだけ前半の間にこう攻めまくっちゃいたいですね。さあこのスケバレにタル系を使ったこのね、この右側のこのゴブリンバレル止まんないよっていう。さあこれどう守る？さあ矢の雨、いやーなかなか硬いですねあなた様は。さあラバディガーデッキですね。でまあ僕今回インフェっていう採用がねでかいと思いますね。インフェとまたデリバリーがあるので、まあ、これはちょっと勝ちたいけどね、勝ちたい。矢の雨とかすごい厄介なんですけど、ナイト2発ぐらい入る。で、ケツラバがどっちかに来ますね。来ない。あとは、マザネクもね、今回活躍しそう。相手がヤナアメだけなので、さあ、あれデリでいいな。あれデリで落としちゃって、そうですね。なんかラバを出されるとインフェがあるんですけど、なんかラバを出されず、このスケドラディガーとかホバリングディガーで戦われると僕はなんかきついですね。で、相手のなんか逆サイ攻めたいですね、僕としては。なので、まあ、左を多分攻めてきそうな流れがあるので、僕はちょっと右をね、意識して攻めれればいいかなーなんて思ってます。よし、いや、勝ちてぇなーこれ。いや、勝てると思うんだけどなー正直。勝てるとは思ってるけど、実際に勝てるかはわかんない。さあ、矢波使った。さあ、ゴブリンバレルで攻める。で、これもうね、インフェで溶かしちゃっていい気がするなー。インフェで溶かしちゃってデリバリーで落としつつかな。さあマザネクが残ってくれたらもっとよかったな。さあでしっかりディガーも拾っていきます。でこれ吹き矢か迷ったんですけど、吹き矢だったら矢縄打たれてちょっと怖かったので、ここでね豚を作ることによってこのババの時間稼ぎをできるんですよ。で時間稼ぎをしてまた時間稼ぎをしてみたいな。いやさいやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいねこの豚が。実はこの豚がいい味をすごい出してて、よし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 、いやマジで強くねっていう。さあババ来るよな思いつつ、鬱陶してあげて豚をどんどん作って、この豚が竹取ってる間のこのねバレル、いやマジを弱いかったな今だけ。これちょっと痛いですね。これナイトで蓋した方がいい気がする。さあでしっかり両サイ振っていきますね。ラバは出されるだけちょっと僕的には美味しいかな。ホバリングとかが厄介ですけど。さあでこれまあイーフェ置いて、あれはデリ落とせますね。うわーこれちょっと安っすね。そうウッドからのデリ落として、一応マザネクを出して、いや強っマザネクがというか、周りが強すぎて今の見ました。でこの豚にねゴボリを使わせると、このスケバレにね相手はヤナアメを使わないといけないっていう非常に綺麗なサイクルができてますね。でヤナアメ使ったのでゴブリンバレルで、矢の雨使ったからこの吹き矢が無双するよねっていう、まあ無限サイクルを作れるわけなんですよ。いや勝ったなこれ、どうやっても負けない気がしてきた。で、またスケバレとか飛ばして、これ矢の雨が多分普通に来ると思うんですけど、でもこのスケバレがさあスケバレをどう止める、
どう飛べる？さあ、ウッドでちょっと削りつつ、さあ、ホバリングダブルには落としていき、この豚がね、いや、豚がダメージ与えてるよ。豚がダメージ与えてる。さあ、相手は嫌な目を、どこに使えばいいのかが分かんなくて、ウッド圏内、ジジー！よし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 。いや、マジで、強くねっていう。まあね、インフェサイヤーとかも結構ね、まあ、ラバには単純に相性がいい部分もありました。ヤナアメのね、ラバだったので、相手がこう、ファイボヤナアメとかだったらまた変わったかもしれないんですけど、まあ、ヤナアメだったので、インフェも強いし、まあ、マザニクも刺さるしっていうので、結構大型にはね、悪くない、はい、枯渇デッキですね。よし。さあ、行くぜ、マザニクカンスト。デビュー戦はね、無事勝利で飾れましたんでね。さあ、舞台1位の2位。さあ、やりこぶだったらね、ボムタワーウォールブレイカーとか、そういうのがね、よく言いますが、まあ、ファイブウッドのウォールブレイカーとかだと、ちょっと嫌ですよね。さあ、デリー出して、いや、これ間に合うな。待って、俺の反応が、危ねえ、ジジイで間に合わないか思ったけど、さあ、ムーと、これバレー飛ばしちゃっていい気がするな。ウッド回ってなくねっていう。なるほどね。なんか嫌っすね、非常に。で、これナイトで、よしよしよし。で、ウッドで、よしよしよし。いやー、いい防衛はしています。さあ、今回相手は、親衛隊があるかもしれないですね、これ。なんか、相手にナイトがいたらいないんですけど、ナイトか親衛隊の、なんかこんな感じの、ウォールブレイカーのファイブウッドがよく流行ってた気がします。はい。まあまあまあ、とりあえずスケバレ飛ばせばいいかな。施設はね、ワンチャンあるかないかぐらい。で、僕の今回インフェがマジで腐っちゃうっすね。世界一腐るインフェルノタワー。うん。で、マザニクにも多分ファイブ打たれるけど、まあ、吹き矢とマザニクどっちかがファイブで行かれるって感じで、どっちか延命できたら熱いんですけど、さあ、あれも許容せざるを得ないですね、僕は。あんまコスト先すぎると、ちょっとね、ムート追加とかが怖いんでね。さあ、程よく許容しつつのゴブリンバレル飛ばしていきます。で、僕も右削ってるんで、さすがにあとはもう右削っていくだけかな。で、これにはハンターが回ってないと祈りたいけど、回ってるから。これで回ったか。え、でもこれは？さあ、ぼちぼち入る。これ、吹き矢とマザニクどっちに5打ってもらった方がいいんだろう。まあ、5打たれそうだけどな、これ。延命したい。延命してあげて。いや、この延命熱いっすね。からの、さ、ウッドを使う、使わない。いや、この、端前ムートやばいっすね。いや、僕の吹き矢待って。ああ、危ない。竹変わった。いや、ちょっと今僕の吹き矢が、下手でしたね。許容しつつ残る吹き矢でよかった。さあ、寒風ハンター。端前親衛隊来るだけやばいな、これ。え、来そうだけど、一回どうする？さあ、ここはウッドじゃなくデリで守れるのは強み。スケバレで防衛しつつ、これにね、ウッド使わせられるといいなぁなんて思ってるんですけど、さあ、槍ゴブリン厄介ウッドします。いや、ダメージ的にはトントンか。さあ、問題は僕のインフェが世界一活躍しないっていうところにあるんですよね。さあ、吹き矢出しつつ、ね、インフェ出します。初めて登場インフェルノタワーからの延命してほしい、延命してほしい、延命、うん、吹き矢、うわ、いや耐えてる、いや耐えてはいるけど逆がやばい、逆がやばい、よしよし、一回、いやー、これやばいぞ、やばいが、もう気合で耐えるしかない。もう右デリ確定かな、5打たれる、あ、待って、やばい、待って、やばい、豚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 ちゃん、新手に対して豚ちゃんがね、切り刻まれていきましたね。いやー、インフェがね、むずかったっすね、これは。新衛隊ウォールブレイカー出されて、インフェをもうちょっと出した方が良かったのかなーとかも思いつつ、インフェ出しても新衛隊全然焼いてくれないじゃないですか。まあでもインフェの方がさっきみたいにね、ラバとか、まあゴレーはまあボムでもどっちでもいいかもしれないですけど、大型に勝ちやすいので、はい。僕はね、インフェでやってます。惜しかったな。相手も上手かったですね。はい。というわけで、いや、マザニクな。相手に小物がいればマジで強いんですよ。またスケラ。
スケラ相手に大活躍と、相手に小物がいれば大活躍っていうところで、さっきのはね、新鋭対ハンター、ムートとかちょっと個体が多かったっすよね。コウモリ系来てくれるとすごいハッピーですね、僕としては。さあ、ウッドで削っていきます。さあ、ダックプリ来た。マザネク登場。ナイトでもよかったけど。ダックプリ最近なんかよく見ますね。エレジャイだったり、まあ、ペッカだったり、ゴレだったり。なんか影で暴れてんじゃねっていう気もしますが、まあ、ダックプリメガゴは、まあ、ゴーレも OP ってくらいいますね。なので一応トルネ警戒の位置に出してあげて、おお待って待って、硬いくない君。今回の相手のゴレ編成の中身が超硬い。さあ吹き矢が頑張ってくれる。これはちょっとナイト蓋とかして吹き矢延命するだけで相手きついと思うんだけどな。でタルババか、ヤナアメか、うわトルネザップか、なるほどね。さあスケがずっと残ってるトルネザップだったんすね。なるほどっすね。さあこれマザネクだけだと、マザネク軽く本当にかすってるっていうかすり傷にもなんないの で今一応相手はトルネも使ってるんで、これちょっとマザネクが、いや豚にしてほしかったけど、まあ削っていきましょう。デリあれば守れるっすよね。吹き矢ないとでも良さそうですけど、これもう一枚いるな。いやこれケツゴレされそうっすね、ちょっと怖い。いや本当は出したくない。いや出さなくていいか。いや一発強要して、痛すぎ。これ多分ケツゴレ来ると思うので、うーん両サイ結構ぶっぱしたいな。うん結構ぶっぱします。ケツゴレのタイミングに合わせたかったのが合わない。エリポンゴレプリプリとかなのかな。そうで、エリポン壊したいっすね、僕は。なんならこれ右落としたいっすもんね、僕。さあ、いや、キング起動うまいかよ。まあでも、インフェで守れそうなのと、ちょっとね、しっかり攻めて、ライトニングはね、ないと思うんですよ。あったらあったでもう、しょうがないって感じかな。よしよし、いや、ライトないっすね。トルネザップっすもんね、今回。いや、なんか、このインフェがやっぱさっきから大活躍っすね。インフェでの方がいい気がする。親衛隊は気合で頑張るっていう。さあからの攻めてあげてね、コスト使わせてインフェで、あとはじっくりコトコト焼いちゃうぜって。さあインフェ出します。でこのゴレ相手って世界一マザーネクロ活躍しないっすね。君ってそんなに活躍しないんだっていうくらい。さあこのトルネを読んで隅っこに吹き矢。さああとはもうなんかゴブリンバレルといっぱいね、両サイドやってちょっとじらしちゃいます。このうわーこの防衛どうしようって相手からしたらなるんでね。でザップか、もうザップを使わなきゃウッド圏内ナイスウッド。というわけで、いやマザネク、まあ、活躍してたかって言われると、まあ、やっぱ相手によって活躍しない時もまああるよねっていういや小物引かせて、まあだからラバがめっちゃいいんですよ。この時だからラバがめっちゃいい。ラバルはわかんないんですけど、ラバはめっちゃ相性良くて、さっきみたいなね、あの、マザネクも活躍する、インフェもデニも全て活躍するので、まあゴレだとね、今みたいな感じで、無能なやつも出てくるんですけど、まあまあ、まあ、さあちょっと吹き矢で防衛させて、その間に、あ、じゃあゴブリンバレルで防衛させて、その間に吹き矢で回収。インドラスケルトン部隊のファイボー、うん、ラバーとか、ああ、待って。みんな来た。マザネクの出番でございます。コウモリとスケルトン部隊いたな。あとはなんや。あとはちょっとわかんないですけど、まあ、両サイ打って、今、ファイボーザップっぽい顔してるっすもんね。ケツインドかな。メガナイト、まあ、メガナイトはインフェでいいんじゃねっていうナイト咲いちゃったし、あれに何が来るかっすね。僕の予想ザップ。さあ、ファイボザップでしたね。なので、今、ザップ使いましたし、このインフィは最強。もしかしたら、バルーンとか来たら、やばいかなっていうのありますね。コウモリ来たら、もう、マザネク回収。よしよしよし。さあ、飛ばす。これ、スケルトン部隊かな、多分。なんか、さっきの、あ、ほんと。メガハンですね。メガハン、わかんねえな。メガナイトプラスの、他のカードがなんだろうっていう。ロイジエか。ロイジエ、ちょっと嫌だな。
さ結構過剰ですが、防衛していかなきゃインフィを割いたので解かせなかったですね。なるほど。さあメガナイトロイジャイか、メガナイトロイジャイだったので僕はロイにインフィを使って、メガナイトはまあマザーネクロで受けていこうかっていう、そんな感じですね。で同祭はなんか嫌なので、もう僕は今から逆祭狙っていきます。はい、でこれはまあザップだと思うんですけど、基本的には逆祭ですね。うん、これ魔女でいいんじゃない、魔女でちょっと活躍の場をね作ってあげなきゃ、かわいそうなんでね。よしよしよし、ないと。さあこれで魔女が竹取ってる間のゴブリンバレル、これワンチャンいいのかな。この今は一応耐えれるターンというかインフィが残るんでね。相手もさ僕に合わせてサイドを変えてきますね。でまあマザネク出してあげて、さすがにこんだけスキー来たら豚もうちょっと作ってもええんやでっていう、豚もうちょっと作ってもええんやでっていう。さあハンターであれ受けられるのはちょっと嫌っすね僕は。まあロイをインフェで焼けるのはいいことで、さあインフェで焼く、いやこのコウモリちょっとやだな、やばいちょっとやばい、滝がよろしくない。まあでもウッドで耐えられそう。よしで、あれはまあ吹き矢回収でいいかな。ちょっと逆サイも怖いなこれ、ワンチャンファイボとか来そうなんで、あの警戒用マザニックも出して、よしさあ両サイ、あの豚も厄介だぞこれは。いやこれ結構いいんじゃない、あーいいファイボだな、インフェなー、これ取っといた方がいいよなーと思いつつ出しちゃいます。コウモリ来る、蓋してあげて、これでロイ溶かすでしょ。 OK、 ファイボ、いやザップあんのか、ザップあるから今ザップ使った。さあこれ右左両サイ2体ユニット出さないと止まんないのと、これ共有できますね。でさマザネクで豚を作って、豚スケバレいや豚頑張れマジで、これメガナイトで踏まれそうだな、全部一緒にドカーンからのインフェ、最悪2周回しちゃおうかなっていう。でコウモリが多分来る、コウモリ用デリ、コウモリ用デリめっちゃいいな。でここであのスケルトン部隊もし来ても引けるように、攻めつつ守りつつのウッド、おーいいウッドですね。いやこれちょっと延命したいな俺。よし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 、さあわーちょっと嫌なメガナイトですが、インフェ置いてあげてゴブリンバレル飛ばしてあげて、これ、ね、防衛しつつ攻めつつスケルトン部隊引けるっていうね、一石二鳥のさウッドが決まっていくグッドゲームでございます。まあこういうねマジ小物を持ってる相手だとマザネクがね、まあ、程よく戦ってくれるんで、僕はねこの枯渇めちゃくちゃ気に入ってます。皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価でコメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。